警察は行方不明となっている千田麻美さんが当時立ち寄った大型スーパーの前で市民に情報提供を呼びかけました。室蘭栄高校の1年生だった千田さんは2001年3月6日アルバイト先に向かう途中で行方が分からなくなりました。警察はこれまでに延べ4万6000人以上の警察官を動員して捜査を続けています。22年という月日が経過してしまいましたが、我々は決して諦めません。どんな些細なものでも構いませんので、情報をお寄せいただければと思っております。